ついに東京に桜の季節がやってきました。みなさんどうもこんにちは、イカクです。本日は4月4日からやってくる週刊 FP 予想をやっていきたいなと思います。ついに4月、新年度一発目の週刊 FP 予想やっていきましょう。いや最近はなんかさ、週刊 FP 結構渋めで予想してる時間が一番楽しいみたいなコメントもありますけど、まあワクワクしながら予想してる時間はただですし、結構予想は当たってますから、今週も楽しんでいきましょう。今回もこんな目次でやっていくんですけど、ちょっとでもいいな、ワクワクしたなって思ったら評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。みんないつも見てくれてありがとう。でまずは先週の予想の振り返りからいきましょうか。先週はですね、難易度高めの国代表組の予想でしたが、11名中5名正解。まあ最低ラインは超えてるでしょう。でこっからですね、今週の日本人選手見ていきましょうか。まずはプレミアリーグ首位天王山より、アーセナルの冨安選手、マンチェスターシティ戦途中出場で約3ヶ月のプレミアリーグ出場となりました。いやーもうドクとのマッチアップ激アツだったし、あの展開で起用されるのは監督の信頼も感じましたよね。ただチームは引き分け、なんと引き分けたことでリバプールが首位。プレミアリーグ面白すぎだろ。そしてリーグアンからはモナオこと南野選手が先制ゴールを決めました。まさに滝って感じのキレキレターンからのゴールでしたね。これで今季7ゴール目なので、なんとか2桁乗せてほしいし、チームも3位と CL 圏内を維持してますので、来シーズンチャンピオンズリーグで躍動する滝が見たい。そしてレジ打ちしてる姿が話題になった菅原選手は、今節もアシストを記録して、なんと3月のリーグ戦全4試合で3ゴール2アシスト、AZ の3月無敗に大きく貢献しました。他にもですね、堂安選手が2試合連続でのゴール、ハノーファーの村屋選手はゴール、さらにバイエルンからレンタル移籍中のポルティモネンセの福井太一選手も移籍後初ゴールを記録しました。であとですね、結構大きいニュースでいうと、内名編のですね佐野光大選手もゴール決めたんですけど、なんとその相手が無敗継続中だったペースペー、430日無敗というとんでもない記録がついに敗れた試合で決勝ゴールを決めたのは日本人でした。グッチュで最後はですね、ちょっと悲しいピッチ外のニュースになるんですけど、スタッドランスの伊東純也選手が窃盗被害に遭ってしまい、約163万円分のバッグや高級時計を盗まれてしまったみたいですね。日本だと考えられない事件です。ということでここからはポジション別の予想見ていきましょう。まずはゴールキーパー。今週はですね、選ばれそうなゴールキーパーたくさんいるんですけど、もう来てください。来てくれればガチャ的には最高ですよ。パリ・サンジェルマンのドンナルマピックアップさせていただきました。マルセイユとのル・クラシックダービーで驚異の10セーブクリーンシート、怪物級の活躍を見せました。で今回ダービーで10セーブって考えたら、ブースター付きの可能性十分あると思うんですけど、そうなると現役最強ゴールキーパーになる可能性あるんじゃないですかね。前回の CL 週間はそこまで能力伸びきらなかったですけど、ブースターつくと話は別なんですよ。ここまで週間のゴールキーパーでブースターついたのがダヤとケレハー、この2人になるんですけど、どっちもやばい能力だったので、俺ドンナルンマに来たら最高すぎるって。であとはですね、期待枠の3人も十分可能性はあるかな。それこそペースペーの無敗継続をついに破った内名編からは、守護神シレッセンが PK ストップのマンオブザマッチ。シレッセン懐かしいですよね。オランダ代表でのクルルとのエピソード好きだし、バルセロナにいたの懐かしいですよね。ということでお次はディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーはですね、こんなラインナップなんですけど、最初にお伝えするとですね、正直かなり強気な予想しちゃいました。なので全員外れる可能性もあるんですけど、でも自分を信じて強気に予想する、これが俺の忍道だっていうところで、プレミアリーグ天王山、マンチェスターシティ、アーセナルの一戦から1人ずつ選出いたしました。で先日ですね、シティリバプールの一戦からも両チーム選出だったので、今回も全然あるとは思ってますね。で中で誰を選ぶか迷ったんですけど、今回サリバ、グバルディオル、このディフェンダー2人をピックアップしました。でこの試合ですね、フースコの MOM はマンチェスターシティのロドリだったんですけど、まあ個人的にはね、グバルディオルのプレーがすごく良かったと思ったので、週刊未登場ってことも含めて今回は選んでみました。皆さんの中であの試合からこの選手来そうとかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。でグバルディオルはですね、直近のハイライトこんな能力になります。でセンターバック登録なんですけど、今回左サイドバックで使用していたので、おそらく足元だったりとか瞬発がバグ強化されると思いますね。プレースタイルもおそらく攻撃的サイドバックに変更になるかな。いや結構いい能力になるんじゃない。今週期待できる選手の一人なので、ぜひ来てほしいです。そして
てサリバンもですね、ハイライトめちゃめちゃ優秀なので間違いなく期待できると思うんですよね。まあさすがにハイライトを超えることはないと思いますけど、週間のセンターバックの中ではかなり当たりの部類になると思いますので、ホナミさん、ヨシコとサリバ2人通り搭載お願いします。そしてディフェンダーサイドの枠は迷った結果、ラツィオのマルシッチピックアップしました。ユベントスとの一戦で後半ロスタイムに劇的決勝弾、ホームで衝撃的な勝ち点3を記録しました。ラツィオはですね、新監督になったんですけど、鎌田選手も15試合ぶりに先発出場、やっぱりラツィオな鎌田さんみたいですよね。逆にユベントスはリーグ後半戦大失速、直近9試合で1勝しかできておらず、2位ミランとの勝ち点差も大きく離れてしまいました。であとですね、期待枠に置いてるんですけど、フェイエノールトのハンツコ、セビージャのラモス、ソシエダのパチェコ、アタランタのスカルビーニ、このあたりは全然来てもおかしくないと思いますね。なのでもしシティアーセナルから2人選出がなければ、このあたりから選ばれてくるんじゃないかなって思ってますね。さあそしてミッドフィルダー、この3人ピックアップになるんですけど、まあレオン来ちゃっていいんじゃないですか。フィオレンティーナ戦で1ゴール1アシスト MOM の大活躍、アシストのヒールパスもおしゃれだったし、ゴールキーパーをかわしての決勝点、いやボールをねキャリーしてのゴールでしたよね。あれ、ボールをキャリー、ボールキャリー、あ、これあるか。夢は大きく、この能力にボールキャリー乗っけちゃっていいんじゃないですか。いやまあさすがにないか、いやないか、いやあってほしいけど、アシストもしたし、スルーパスなんかもついてくれたらかなり熱いんじゃないかなって思ってますね。いや僕ね、週間はマジでぶっ壊れ1人ぐらい置いてもいいと思うんですよね。まあ結局ね、ビッグタイムとかが強ければコナミさんのね売り上げにもそんなに影響ないと思うし、やっぱり週間はもっと話題になってほしいんですよ。みんなどう思いますか。でそう、ミランのですね話題で言うと、ジルーが今季限りでミランを離れてメジャーリーグサッカーに移籍するのではっていう報道が流れてますね。レオンとのワンツーはできなくなってしまうのでしょうか。そしてミッドフィルダー2人目は同じくポルトガル勢からベンフィカのネビス。ポルトガルリーグは熾烈な首位争いが繰り広げられており、首位スポルティングに食らいつく勝ち点3、決勝点を決めたのがネビスでした。前回登場はバグ強化でかなりいい能力だったので、今週も期待していきたいですね。そしてミッドフィルダーラストはセリエA首位のインテリオリバレッラ。月曜試合なんですけど、メインパートナーなので一人は選ばれそうかな。ディマルコやサンチェスと迷ったんですけど、マンオフザマッチはバレッラだったのでストレートに選出しました。まああと引き分けなので難しいと思うんですけど、チェルシーのパーマーもずっと活躍してるんだよな。どこかでしっかり強いパーマーガチャ搭載してほしいですね。ということでラストフォワード見ていきましょう。いやフォワードね見てほしいんだけど、バチバチに熱いぞ。まずはレアルマドリードからホドリゴ、圧巻の2ゴール MOM でまたもセンターフォワードホドリゴチャンス到来でございます。先日のアップデートでセンターフォワード本的規制はついたんですけど、登録ポジションは変わってないので、また来てくれたらバグ強化になると思いますね。いや今見てもこのホドリゴ相当優秀ですよね。差別化要素としてブースターついてくれたら最高ですけど、望みはしません。これよりちょっとでもいいので強いホドリゴ待ってます。そして先週末ですね、一番衝撃的な試合展開だったと言っても過言ではないのが、ニューカッスル対ウェストハムの試合。ホームニューカッスルが一時は1対3と2点リードを許すも、イサクとバーンズの2ゴールずつで大逆転勝利。イサク、バーンズどっちが来てもおかしくないんですけど、途中出場から必殺仕事人としての役割を全うしたバーンズに期待していきたいですね。通常能力はこんな感じ。ここからスーパーサブ追加確定なので悪くないですよね。まあおそらく活躍的にはブースターつくと思いますので、まあシュートのブースターになるかな。おまけでダブルタッチもお願いします。そして3人目はついに来てしまうのでしょうか。通常でも優秀と言われていたリールのジェグロバ選手、ランス戦でこちらも2ゴール、1点目のトラップからシュートまで完璧でしたね。2点目のゴール的にワンタッチシュートつきそうだし、通常だとですねキック力と決定力は低めなんですけど、今回2ゴールって考えると得点能力周りはがっつり上がってきそうですよね。いやいいんじゃない。こちらも楽しみな選手の一人となっております。そしてフォワード最後の枠はリバプールからルイス・ディアスにしました。いやこのねリバプールとブライトンの試合もめっちゃいい試合だったんですよね。試合開始早々にブライトンが先制するもリバプールがきっちり逆転勝利、これでプレミアリーグ首位に立ちました。やっぱりね試合見るために遠藤選手とマカリスタの関係いいなって思うし、個人的にあの2点目めっちゃ好きでしたね。ソボスライからマカリスタがぴったり収めてサラーへの完璧スルーパス、マジでいいゴールだったのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。まあ、なのでねその3人になったりとか、あと実は MOM
OM はブラッドリーになりますので、ブラッドリーの初週間なんかも期待してるリバプールサポーターも多いと思うんですけど、まあ、今回はあの得点への嗅覚を見せたルイス・ディアスピックアップさせていただきました。まあ、時間帯も完璧だったし、あのゴールはすごく大きかったですよね。で、実はですね、ルイス・ディアス半年近く週間もハイライトも来てないんですよ。前回はエアバトル系鬼強化っていう特殊すぎる登場だったんですけど、今回は純粋な強化で来てくれそうですね。来てくれたら間違いなく当たり枠には入ると思います。はい、ピックアップはですね、こちらの4名選ばせていただきました。で、期待枠だとですね、センターフォワードで1ゴール1アシストのムサ・ディアビエ。まあ、この選手来たらガチャ的には激アツだし、メインパートナーバルセロナからは決勝点のハフィーナが濃厚かな。まあ、アシストしたフェリックスのパスもすごかったので、選ばれるとしたらどっちかになりそうですね。はい、そんな感じで改めてまとめるとこちらの11名になります。よ、割と期待できるんじゃない。いや、期待すぎると微妙になるって説もあるんですけど、まあ、メンツは揃ってますので、あとはコナミさんの頑張り次第になるんじゃないかなって思ってますね。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。最初にも言いましたけど、僕はこの時間はとにかく妄想する時間だと思ってますので、たくさん妄想して木曜日落ち込むことがないことを祈りながら待っていきたいなと思います。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。